こんにちは、アキゲームズです。ピョンチューマンションの隠しステージを通ってクリアする方法を解説していきたいと思います。よろしくお願いします。ピョンチューはマリオがジャンプした少し後にジャンプするので、タイミングよくジャンプしてスーパーキノコを取ります。この部屋では大きいピョンチューを踏んで倒すと鍵が出てくるので、次へ進むことができます。坂を滑ってピョンチューを倒し、トゲピョンチューの下を通って透明度感に入ります。ジャンプしてピョンチューを浮かせてから右へダッシュして下へ降ります。ジャンプして大きいピョンチューを浮かせてから右端まで行きます。土管に入らないようにジャンプして大きいピョンチューを浮かせてから土管に入り、大ジャンプで10コインを取ります。次のエリアではベルトコンベアを滑ってトゲピョンチューを倒して進んでいきます。次は上向きのベルトコンベアですが、下を押すと滑ることができるので、大きいピョンチューを倒して鍵を取り、次のエリアに進んでいきます。ここから隠しステージへの行き方です。スーパーキノコを出してピョンチューに体当たりし、赤土管に入ります。鍵穴から左へ2つ目のネジの下まで行きます。木箱がネジの上まで来たらジャンプし、そのままジャンプし続けると大きいピョンチューが木箱をすべて避けることができます。一つ右のネジの下に移動し、ジャンプ台がネジの上に来たタイミングでジャンプすると、キラーが大きいピョンチューを倒し鍵を取ることができます。はい、隠しステージまで来ました。50コインとコインをたくさん取ることができます。黄色土管に入ると普通のコースに戻ることができます。隠しステージの前のエリアに戻るので、左上の透明土管に入り、ピョンチューを倒してから右の緑土管に入ります。ジャンプして大きいトゲピョンチューを浮かして下をくぐり、ベルトコンベアを右でダッシュして右端で大ジャンプするとゴールすることができます。はい、無事にゴールすることができました。ご視聴ありがとうございました。では